どうも、大学生の田島です。今回はね、12月10日金曜日の出来事について話していこうかなと思います。まあその日ね、国からお金が入ったんですよ。でまあ週末ってこともあって、朝からね、夜ちょっとどっか出かけたいなって。何かしら出会いあって、エッチなことあるんじゃないかなっていう、もう予感がすごかったんですよ。で過去にもね、何回かそういう予感みたいなの走ったことがあって、でそういう時はね、必ずルーティーンでツイッターのスペース開いてね、なんか予感するわって。みんなに言って、作戦みたいなのを立ててね、どういうルート行くかみたいな。で、どうやって女性に話しかけるかとか、いっぱいシミュレーションして行くんですけど、まあ残念ながらね、過去2回は、1回目がコンカフェ行っちゃってね、可愛い女の人と2時間スマブラやったら、まあ9000取られて、で、その後も一人で飲んでたら、隣にね、60過ぎぐらいのおじさん来て、で、1時間ぐらいひたすら勃起しながらね、おじさんの自分語り聞いてたっていうのが1回目で。で、2回目がね、1軒目ネットで調べて立ち飲み居酒屋みたいな行ったら、俺ともう死にかけのサラリーマンみたいなしかいなくて。で、1時間ぐらいまあ飲んで、出る時にそこのマスターみたいな人に、この後、一人で飲もうと思うんですけど、どっかいいお店知らないですかねみたいな。気さくな感じで話しかけたら、わかんないっす。みたいな言われて、で、店から出る頃にはもうベロベロになってて、なぜか。で、気づいたら、パチンコ負けてて、そのまま帰宅するっていう。過去2回敗戦してて、で、今回3回目だったわけですよ。で、今日こそはね、絶対なんかあるぞって思ってたんですね。で、スペースやってたら、ツイッターの人が入ってきてくれて、で、その人もね、東京に住んでるって、男の人ね。で、そんなに女慣れしてないんだったら、まあ、俺頑張るよ。だから一緒に行くみたいに言ってくれて、まあ初対面なんですけど、その人と二人でね、東京に行ってきたんですよ。で、一軒目ね、路上の居酒屋、雰囲気いいところ行って、まあ作戦立てがてら、話そう、みたいな。で、そこにね、俺の向かいに、女性の二人組がいて、女子大生ぐらいの。でも早速ね、そのツイッターの人が、その人二人に話しかけてくれて、どっから来たのとか、関西弁聞こえたけど、関西から来たのみたいな。で、すごい仲良くなってて、で、俺はもう話せないから、こういう感じで、で、お前も参加しろよみたいに、振ってくれて、で、その、俺も、隣の席に行って、で、趣味は何って聞かれて、俺黙り込んで、10秒後ぐらいに、ツイッターです、みたいに、言ったら、もう、ピキンって、ありえないぐらい滑って、で、女二人もスマホいじり出して、で、その後も、いろいろね、その男の人が盛り上げてくれて、三人で、俺抜きで話してんですよ。お前もいい加減喋れよみたいな。言ってくれて、で、俺が、あー、あー、みたいになってたら、水溜りボンドのトミー似てない、あはは、みたいな、その女二人で。で、俺も、あー、あー、みたいになって。で、一回トイレ行くわ、つってトイレ行った時に俺もう本当に涙出てきて、なんていうんだろう、まあ、もちろん女性は悪くないじゃないですか、その、俺が話せないのが悪いから。ただ俺ってこんなに話せなかったんだっていう、その今まで結局なんかあると思って言って何もなかったあははみたいな、そういうネタにしちゃってたから、俺も本気出せば話せると思ってたんですよ。ただ俺本当に話せないんだっていう、その不甲斐なさと、そのなんて若い人特有の水溜りボンドのトミーに似てるね、あははがもううわーみたいになって、本当ボロボロ泣いちゃって。でもそのツイッターの人と女の人二人組は仲良くしてるから、ダーツ行こうかみたいな、ダーツ行ったんですけど、そこでももうずっとスマホいじってて、俺も話せないみたいな。特に心に残ってることもなく、ただそのおごるしかないから1万円ぐらい持ってかれて、でその後解散してね、その人たちとは。俺ともそのツイッターの人だけでゴールデン街っていうね、新宿にあるんですよ。でそこに行ったんですけど、で一軒目がね、その女の人二人組がここにいて、カウンターなんですけど、で俺らここ二人座ってるみたいな感じで、またもね、そのツイッターの人すごくて、その女の人二人に何されてるんですかとか、綺麗ですねとか言ってくれて、でこいつ女苦手で克服しに来たんすよみたいな。けど俺もあーあーみたいな、もうさっきのトラウマもあるし、で特に何もなく、そこでも5000円ぐらい使って、でね、その女の人二人組の奥にすごいかっこいい30歳ぐらいのねお兄さんがいて、で俺も何か爪痕残さないと、みたいな。もう女の人は無理だから、せめて男の人と仲良くしたいな、みたいな。それまあ、逃げですけど、そういう気持ちもあって、その男の人に話しかけて、そしたらね、気に入ってくれ、3人で飲むことになって、で、その2軒目で、俺なんかもう、その女の人たちと飲んでた時から、緊張してもう20杯くらいガーって飲んでたから、酔ってたのと、あとなんか俺カッコつけたくなっちゃって、実は俺 YouTube やってるんすよ、みたいな。言っちゃって。登録者7000人ぐらいいて、みたいな。これなんすけど、みたいな。そのお兄さんに言っちゃって。結果ね、その、面白いね、みたいな。気に入ったわ、みたいな言ってくれたからよかったけど、その2軒目の奥にいた男の人3人ぐらいにも、俺 YouTube やってるんすよ、みたいな感じで絡みに行っちゃって。俺結構 Twitter とかね、YouTube ライブとかで、俺は登録者7000人だぞ、みたいな。そういうネタでなんかイキリゲーみたいなのをやってたじゃん。俺、現実で本当にやっちゃったっていう。後々それもすごい後悔して。
本当に小物なんだな、俺ってっていう、その、女の人には全く話しかけられず、水溜りボンドトミーじゃん、あはははって言われて俺、で、なるような俺が、男の人相手に、ところくさ7000人ごときで、生きて、本当何してるんだろうってね、なりました。で、まぁ、結局ね、5件ぐらい行ったのかな。なんとね、お兄さんが優しくて、おごってくださって、で、しかもすごいね、俺がボケたりすると、いちいち笑ってくれて、動画絶対帰ったら見るわ、みたいな、言って解散したんだけど、あのお兄さん見てるかな？その説は本当にありがとうございました。本当に申し訳ない気持ちもいっぱいある、俺。だって俺、おしっこしてたら、着てたコートがもう全部、便器の中入ってたし、もう多分他にも色々とやらかしてしまったと思うんだけど、俺こういう辛い目にあったんですよ。だから許してください。12月10日だからもう一言で言うならダメでした。ただその無知の知というか、あ、自分って本当に愚かだったんだっていうのがね、自覚できたんで、それだけでももう大きな大きな一歩だけど、逆にもう諦めついた。無理なんだなって。もうまともに会話もできないし、すぐマウント取りたがるし、で女の人に何だかじゃあ、あははみたいに言われて、影でこうやって動画でクソがよとか、裏でしか言えない。もう俺はもう終わりです。情けないね、自分が。本当に。どうすればいいですか？どうすれば治りますか？これは。もう治んない。YouTube やってたら。YouTube やってなかったら、こうはなってなかったのかな？逆に。難しい。その、自分のこの位置、立ち位置は分かったけど、どこに進めばいいか分かんない。助けてください。だからもう本当に今回で分かったけど、本格的に終わりました。まあ、言い訳させてもらうとするならば、やっぱ若い女のその、センス。合わない。どっちが上かしたかっていうのはちょっとあんま言いづらいけど、登録者7000人だから、明らかに俺の方が正義というか、大衆じゃん。だって俺は7000だから。ツイッターも7000いるしね。だ文字でも7000。言葉でも7000。に対してはその女たちは多分一般人じゃないかな。だから雑ないじりとかされちゃうとね、素人に。っていうところあるし、その後もその、お兄さんにはね、すごい、優しくされたけど、優しくしてもらえたけど、隣の3人組ぐらいの人にはもう終始多分小馬鹿にされてたと思うけど、一般人なのね、悪いけど、もしかしたら見てくれてるかもしれないけど、おめでとう、オフの田島と話したね。そうだよね、よく考えたら俺悪くないわ。だから東京も渋いし、まず俺気づいたけど、何回か東京の新宿とか行って気づいたけど、東京渋い、合わない。その、やっぱ、アメリカンだから考えが、どうしてもね。アメリカに生まれてたら、とんでもないことになってただろうね。まあ、今回の動画は以上ですかね。とりあえず言いたいのは、ツイッターのね、俺を向上させようとしてくれた人、で、おごってくれたお兄さん、本当にありがとうございました。で、あとはね、俺のこと水溜りボンドの富田っつった、あの関西人二人。虎の尻尾踏んじゃったね。